出口番号とは、主として、地下駅や地下街において、出口別に付与されている、固有の番号、記号である。出入り口番号、一応対処している、台北 MRT 混用駅一番出口出口は、入り口でもあることが多いため、出入り口番号、出入り口番号とも称される。出口が複数ある場合には、東口、西口などの方位、八重洲口、 丸の内口など出口を出た先の地名などを用いて出口を特定する例が見られるが出口の数が多い場合や地下駅や地下街の場合のように出口の位置関係を把握しにくい場合などには出口番号を用いることで端的に特定の出口を指定することができる。日本ではデート高速度交通営団が1973年6月に千代田線大手町駅で 実地施行したのを皮切りに他の都市の地下鉄や地下区間を比較的多く持つ新規開業鉄道においても設定されておりラインカラー制や駅ナンバリングなどとともに利用客が混乱することなく鉄道を利用できる目印の一つとして機能している札幌市営地下鉄札幌市交通局では数字のみ設定している地下鉄路線同士の接続駅は 札幌駅と大通駅のみで、大通駅では南北線と東西線の開業後、東方線開業時に新設された出口は番号を少し離し、30番台から設定している。仙台市地下鉄仙台市交通局では方角により、東西南北の後、数字で北1、北2、などと設定している。東京地下鉄、都営地下鉄両事業体は利便さを考慮し、 ラインカラーや乗車制度など足並みを揃えて導入される制度が多い。出口番号も同じ不番法則で同時に設定されたため、同時に解説する。なお蒸気はすべての駅で統一されているものでなく、以下のようなケースも存在する。横浜市営地下鉄横浜市交通局では、数字で設定され、末尾符号はハイフンで一から一、一から二などと設定されている。 名古屋市営地下鉄名古屋市交通局では原則数字のみ設定しているが、久屋台通駅ではセントラルパーク地下街と共用の出入り口には A、B の末尾符号が付く。京都市営地下鉄京都市交通局では数字で設定、末尾符号はハイフンで1から1、1から2などと設定している。大阪市高速電気、軌道大阪市高速電気軌道では数字で設定、 末尾符号は A 字で 1A、1バイトなどと設定している。神戸市 A 地下鉄神戸市交通局では、精神、山手線の場合は方角により、東西南北の後、数字で東1、東2などと設定されている。海岸線では数字のみの設定となっている。神戸高速鉄道福岡市地下鉄、福岡市交通局では、空港線名の浜駅以外で、 出口番号を設定しており、数字のみで表記されている。この節では、路線のほとんどが近く間のため、地下駅には出口番号を設定している路線について説明する。東洋高速鉄道東洋、高速鉄道東洋高速線では、東洋勝田大駅、北奈良市の駅、東海上駅の出入り口に設定されている。いずれも、アルファベットと番号の形式で t、t D2 となっている。船橋日大全駅は地下駅であるが番号は設定されていない。同駅は地下駅でありながらその構造は地上駅に似ており、2つある改札口はそれぞれ西口と東口に対応している。首都圏新都市鉄道首都圏新都市鉄道では乗り換え路線がなくても全ての出口番号に記号と数字を使用しており、A1、A2、 などと設定している。これは前述した都営地下鉄に類似している。現在は他の地下路線との接続駅が少ないこともあり、A のみで B 以降は使用していない。JR 東日本東日本旅客鉄道では、京葉線と総武快速線及び線石線の近く間では数字で設定している。特に八丁堀駅は東京メトロ日比谷線と接続していることから、 路線別記号として、日比谷線に A、京葉線に B を設定しており、東京メトロ式と同じと言える。ただし、総武快速線の東京駅や横須賀線の新橋駅など、設定していない駅も一部に存在する。これはこれらの駅の出口が、既存の地上路線を基本として作られたためである。埼玉高速鉄道埼玉高速鉄道では、数字で設定、末尾符号は、 英数小文字で 1R、1ビットなどと設定している。西武鉄道、西武鉄道では、西武有楽町線の新桜台駅と小竹向原駅が地下駅となっており、どちらも数字のみ設定している。東急電鉄、東急電鉄では、電園都市線の下新玉川線区間のほとんどが地下区間である。出口の区別は数字でなく、東口、西口や、 施設名を冠した大学口といった地上の鉄道で一般に使われている方式で設定している。なお、渋谷駅はメトロとの直通運転境界駅であり東急管理駅であるが2007年12月1日まで東京メトロの管轄であったため出口番号も東京メトロ式になっている。東京臨海高速鉄道東京臨海高速鉄道では 臨海線天王洲アイル駅の出口番号に A と B を設定している。横浜高速鉄道横浜高速鉄道の場合、港未来線では数字を、エレベーターには A 字を文字を、末尾符号は A 数小文字で 1R、1ビットなどと設定している。ただし、横浜駅は他の鉄道の出口と一体化しているため、設定していない。名古屋鉄道名古屋鉄道の場合、 瀬戸線の境町駅でのみ設定している。地下街や地下鉄の出入り口とは一体化していない。他の地下駅では設定していない。愛知高速交通愛知高速交通では数字でのみ設定している。JR 西日本西日本旅客鉄道では JR 東西線のほとんどが近く間である。基本的には1からの数字を出口番号に使用しているが、 併設の自転車駐車場出口には出口番号がない。また、地下鉄の構内と一体である、大阪天満宮駅、海老駅では、JR1 号出口、JR2 号出口のように出口番号に、JR マークを付けることで、地下鉄の出口と区別している。近畿日本鉄道近畿日本鉄道では、南馬線、京阪那線の地下駅と、奈良線の近鉄奈良駅、 京都線の武田駅で出口番号を使用している。数字のみを設定しているが、地下鉄と構内が一体である駅は、地下鉄の出口を使用し、近鉄の設置する出口であっても地下鉄の出口番号の続きが割り当てられている。近鉄名古屋駅も地下駅であるが、出口番号は使用せず、改札口の名称で出口を区別している。武田駅は、 京城駅であるが、京都市交通局の管轄駅であるため、出口番号が使用されている。阪神電気鉄道阪神電気鉄道では、阪神南馬線の京条駅、道ム前駅、桜川駅で出口番号を使用している。そのうち、道ム前駅と桜川駅は、地下鉄の駅と地下通路でつながっているが、地下鉄の駅番号と連番になっていない。例えば、 東京地下鉄の公式サイトでは、出口番号の用語が用いられている、定期券売り場のご案内東京メトロ、低都高速度交通営団編、営団地下鉄50年始低都高速度交通営団、1991年7月ピアニッシュも、287から288、逆に連番にさせるため、青山一丁目駅のように後から霊番で入り口を設置した事例がある。 JTB パブリッシング、ララチッタソウル2018年版160ページありがとうございます。